ラグナルクラバンは、エストニアビリアンディ出身のサッカー選手。エストニアメスタリリーガのパイでデリナメースコンド所属。エストニア代表。ポジションは DF。ラグナルクラバンと表記される場合もある。2001年に FC エルバでデビュー以降、母国エストニアをはじめノルウェーやオランダなどでもプレー2009年には、AG アルクマールでエールディビジ制覇を経験した。 2012年にドイツ分でスリーガの FC アウクスブルクへ移籍するとレギュラーを確保し一部リーグ定着に貢献。2014から15シーズンにはリーグ戦全34試合でフル出場を果たした。2016年7月21日イングランドプレミアリーグのリバプール FC へ3年契約で移籍。移籍金は420万ポンドで エストニア人選手としては歴代最高額となった。8月14日のアーセナル FC 戦でデビューを果たす。2018年1月1日のバーンリー FC 戦では決勝点を挙げ勝利に貢献。このゴールによってクラバンはプレミアリーグで初めて得点を挙げたエストニア人となった。2017年12月にフィルジル・ファンダイクが 加入すると出場機会が減少した。2018年8月17日、イタリアセリエへのカリアリカルチョへ2年契約で完全移籍2021年7月1日、メスタリリーがパイでリナメースコンドへの加入が発表された。エストニアリーグには16年ぶりの復帰。ありがとうございます。